今日も昨日の続きを訳したので読んでいこうと思います。インタビューの続きですね。ロバート・ヨックスさんの10回目になります。ロバートさんがマリナ・シレンさんに質問している動画を訳しました。あとちょっとだけ残ってしまったので、まだ全部訳しきれなかったので次回で終わりだと思うんですけど、次回短いと思うから他の人の動画も訳して載せようかと思います。では量子物理学者、宇宙人ハイブリッドと言われるマリナ・セレンさんにヨックスさん、ロバート・ヨックスさんという人ねが質問しているところからですね。タネリングの話に少し戻りましょう。どのくらいの頻度でダウンロードを取得しますか？あなたは定期的にタネリングしていますか？あ、落としちゃった落としちゃった。それとも最初はうまくいったというそれだけですか？マリナ、自転車の乗り方を学ぼうとしている時のように彼らが少し訓練しなければならないのです。車輪がいくつかあり、それからそれらの車輪や全てを取り外す時が来ました。私にとってはそのようなもので、最初は大量のダウンロードを受信していました。ある日目が覚めると特定のトピック、メタフィジック、知識、意識、その他のものに非常に興味を持ちました。見るために呼び出されるようなものになり、それはほぼそうでした。実際には私はまだこのことについて話していないのですが、これは面白い、これは思い出のようなもののようです。最初はダウンロードのように激しいものになるでしょう。でも私が好きになり始めた時、訓練を受けてより高い領域と私の意識のより高い側面についての情報を受け取るような軌道に乗るようになる、なり、私がより個人的にチャネリングを始めた時で、意識的なチャネラーとしての自分の性質を発見し始めました。その時です。なぜなら多くの人が私に尋ねた時、多くの理由があります。あなたはどんな種類の ET とチャネリングしますかと聞かれ、私はいいえ、実際には最初はチャネリングしていません。将来的にそうするかどうかは分かりませんが、今は特定の病気とかその他のことはチャネリングしていませんと答えました。私たちはハイブリッドなので、私がチャネリングするのは自分自身のハイヤーマインドであり、人間として、そしてハイブリッドとしての自分の概念に多くのことをチューニングしてきました。なぜなら私たちは皆ハイブリッドだから、ハイブリッドだからです。私は実際にペイントすることも、実際にチャンネル、固有のものが好きになることもできます。過去性を好きになるという私のつながりの一つの側面の一つは、私が天地とつながるトゥーレ社会の一員だったということもあるので、エネルギーを与え、私はその本当のトゥーレやブリルソサイアティの全体の一部であり、トゥーレソサイアティのメンバーとしてその多くが参加していました。人間の起源に深く、関わっているだけではなく、人種の権利やその他全ての地球の起源に、人種と起源への執着のあるトゥーレのメンバーとしての私の前世の性格特性のようなものを統合しました。この概念とともに、私は今そのハイブリッドで、多次元的な性質に目覚めつつあり、地球からだけでなく、より高い次元や他の星系からもたらされる全ての起源を理解しています。次のページに行こうと思います。さっき送っちゃった。エナジーブリーザー、スターシティオリジンのような起源のエネルギーリーダー、いわば私は実際に誰かの写真を撮ることができます。彼らの目を見て、あなたは困難とこのつながりを持っているということができます。あなたはアンタレス星とつながりを持っていますねとか、アルファとこのつながりを持っていますとか、ランディスとあなたはこの他のスターシステムとのつながりを持っていますなどということができます。私はそれらのつながりを描くことができるので、そのダイナミクスをもう少しチャネリング適用することもできます。例えば私が意識の中で知りたければ、ブロッドライン意識のガイダンスを伝えることができます。メッセージや知識とインフォメーションですが、もっと楽しみを知りたければそれもできるし、もっとチャネリングしてみたいのなら、もっとアルトールを見てその
ようにそれを手に入れます。ハイラルが私にとって最も興味があるでしょう。私の関係性でそれをここに持ち込むことの重要性のせいで、私は実際に自分の意識、自分の意識的なチャネラーの性質に気づきました。ロバート、それは素晴らしいことです。あなたは人の目を見つめることができると言いましたね。今私に尋ねなければならないことを私は知っています。私の目には何が見えますか？マリナ、あなたの写真を見なければなりません。ロバート、わかりました。写真を送ります。そしてそれから教えてくださいね。なぜなら私はそれがどうだか とても興味があるからです。それでは今私は他にあなたに尋ねなければならないことを考えているところなのですが、なぜなら自前にたくさんのインフォメーションを持っていたからです。あなたは非常に多くのことに言及していますが、多くのことをカバーしていると思いますが、あなたのハイアーセルフが今あなたに伝えているメッセージは何ですか？最前線にあるものは何ですか？マリナ、私が受け取っている最も重要なことは、私の経験と非同期的につながっているということです。実際に MK ウルトラプログラムは罪悪感を感じさせ、自分から完全に切り離されていると感じる、そういう状態にします。あなたが本当に誰であろうあるかという自分自身の本質を、そのトラウマ的な経験から私が得たあのメッセージは、私が本当の自分に戻り、私の2つの本質と安らぎ、全てに戻るための具体的なガイダンスであると言われました。彼らが私に込めたネガティブな信念について、フロントメッセージは、私たちは新しい時代とつながっているので、メッセージと導き、努力の下で生きていくための全てはこのようなものである、そういうことを知っていますか、というものでした。まだ続きます。今日で終わるかと思ったんですけど、全然終わりませんね。結構長い動画ですね。ただあとちょびっとだけあるので、それを訳してしまったら終わりなので、でまた明日他の方のインタビューを訳し始めようかなと思うので、だから2つやろうと思います。はい、そんなところでしょうか。何かね、また天気が悪くなってずっと雨なんですけれども、とてもどんよりした天気です。で、雨がさっきザーザー降ってて、今ちょっと止んだ感じなんですけど、はい、ヨガとかまた始めるようにして、ちょっとね、忙しかったからヨガとかできなかったんですけど、少しずつ始めるようにして、あとはなんだろう、タロットカードを1枚朝引くっていうのは続けているんですけれども、そうするとね、朝食事が食べたいと思わないので、起きてすぐにタロットカード引くから、そう、お腹の中に何も入ってない状態で、まあ白湯を飲む時もあるけれども、そんな感じですね。そうすると健康にもいいと思うし、でまあその後昼まで何も食べないわけで、で昼は健康にいいようなものを今ネットで調べてて、それで昨日も言ったんだけど、歯とか歯茎にいい食品とか、あとがんにかからないようなそういう食品とか、でさっきは幸せな気持ちにさせるようなそういう食品のことを話したんですけど、さっきもそういう感じで気をつけて、昼にはねいいものを食べようとしたり、あとはそう、夜もあんまり食べられなくなっちゃうんですね。昼はまあ一応たっぷり食べるけれども、夜はその後また寝る前にタロット引くと思うから精神統一してるし、そうするとなんか食欲もそんなに出てこなくて、それで軽い感じ、全く食べられなくなっちゃう時もある。だから昼にたくさん食べておいて夜食べられないとか、そういうこともそれがね、ここ10日間ぐらいでなりましたね。多分ね、すごくね、タロットを引くっていうやったことないことをしているから、なんだろう、精神統一しようっていう気持ちがとても自分の中にあって、そんなことばっかり考えてるからだと思うけど、食欲がないっていうか、
そう、お菓子を食べたいとかあんまり考えなくなったし、砂糖っていうよりもむしろだからフルーツとか、あとブラックチョコレートとか、あとはデーツみたいな、ナツメみたいなドライフルーツとか、そういうのが多いんですけれども、はい、まあ結構体にいいことをしようと思いますね。なぜならタロットを引くために、あの頭の中をすっきりさせておきたいし、体も健康でいたいと思うから、あのエネルギーをとても吸い取られてしまうので、カードにね吸い取られちゃうんですよ、引くたびに。だから健康でいるためのことを調べるようになって、そう、自分のヘルスに気をつけています。だから前はね、もっとね、あのそう、もっと適当な食生活をしてたと思う。だからそれと比べてコーヒーもね、あんまり飲めなくなっちゃったし、どっちかっていうとお茶とか紅茶に変わったし、あとはハーブティーとか。はい、それではここでやめようと思います。また続きタロットをやるかもしれません。チャオチャオ。